ちは、プロクライマーの原田海です。最近食べた一番美味しかったものなんですか？誕生日ケーキ甘いものもらった誕生日ケーキですあのインスタ上げてたやつですか？はい今日は、まあ、この YouTube で、まあ、初めて僕のことを知ってくれた方とかもいると思うので、まあ、これまでの競技人生について、まあ、少し振り返っていこうかなと思います。はい、タイミング始めたのは何歳ですか？10歳ですね。小学校5年生の時に始めました。10歳まではなんか他のスポーツとかやってたんですか？そうですね、もともと結構スポーツは好きで、サッカーとか水泳とかテニスとかちょいちょいやってました。10歳で始めて、クライミング一本になったっていう感じですか？そうですね、でももともとクライミング始めて、10歳で始めたんですけど、そこから中学生になって一回陸上部に入ってるとか、全然なんか競技として始めたというよりは趣味で楽しくてやってたっていうのが、10歳から中学校卒業ぐらいまでですね。で、競技として真剣にというか、大会に出始めたのが高校生ぐらいからです。始めた直接のきっかけって何だったんですか？はたまたま本当に、クライミングジム、クライミングをする施設が家の近くにあって、それを見つけて、ちょっと楽しそうだなっていう感じで始めました。じゃあフラッと行ってみたら結構楽しくて。そうですね、なんだろう、クライミングが楽しいっていうか、もうただ単純に高いところ登るの楽しい、ちょっとなんかアスレチック的な感じの楽しさがあって始めました。決めた当初はどんな感じだったんですか？やってみてうまくできたとか。そうですね、なんだろう、もう、うまくできたかどうかとか考えてなかったですね。もう単純に高いとこ登れるみたいな、ジャングルジム登ってるみたいな、そういう感じでしたね。だからルールとかも別に最初からルールに従ってちゃんとやってたっていう感じでもないし、もうその場に行って適当に登って楽しいみたいな感じでした。なんか成績を残せた大会とかで一番初めはどれくらいだったんですか？頭角を現したというか、競技としてやっていこうと思った。最初に出た大会が、なんか国体の大阪予選、大阪出身なんで大阪予選に出て、そこで優勝して、それが初めてだったんですよ。でそってからなんかその、いろんな人に知ってもらって、全国大会とか出るようになって、最初の全国大会みたいなやつも4位とか5位ぐらいで、そのままいろいろ、僕自身その大会があるっていうのも知らなかったんで、高校生まで、そういうのに出始めて、いろんな人と知り合って、今に至るみたいな。高校生で大会出てみて、成績というか上にも行けるようになって、大学にもそのままクライミングで行っているという感じですか？そうですね、一応大学も、クライミング部っていうか、山岳部に所属するために、行ったっていうか、ね、山岳部って結構あるんですか、大学っていうと。あるにはあるんですけど、そのクライミングを、やってるというかっていう部活は結構少ないですね。大学は何大に進学したの？神奈川大学に進学しました。中で、中退されてるんですよね。その経緯とか、なんで中退したのかって。やっぱ最近その世界大会とかワールドカップとかに参加するようになって、本当に海外をもう一年中転戦する機会がすごい増えて、本当に大学行く時間もあんまりないし、で帰ってきてそのまま大学行って練習行ってっていうのも結構すごい体力
消耗してて練習にあんまりなく集中できない部分もあったので、まあそれで、まあ、この世界でやっていく、まあ、なんか決心じゃないけど、まあ、この世界一本に絞るっていう、まあ、決意として、まあ大学辞めて今これ一本でやってます。大学を辞めたタイミングでプロになったんですか？そうですね、はい。大学何年生の時にこう契約したんですか？契約選手というか大学2年の時に、まあ、日進火災っていう、まあ、会社に所属してですね、うん、それはまあ競技成績が出ててオファーをいただいてっていうことで。そうですね、はい。ここからその大学をまあ辞めて競技一本になった後、22歳ですかね。20歳です。そっか。で、やって今21。大学辞めたら本当に半年も経ってないです。あ、そうなんですね。へえ。去年の11月とかですよ。そうか。だからまあこれ一本になったのはまだ4ヶ月とかくらい。で、じゃあ。まあ、当たり前に大学の授業行ったりとか。そうですね、まあ試合がない時は大学授業行ったり、高校とか大学も普通に通ってバイトとかもしてたんですか？そうですね、大学入って1年目とかはバイトも、まあ、クライミングジムでバイトしたりもして、スケジュール的には結構だいぶハードな生活してました。朝から朝8時とかにで大学行って夕方までやって授業あって、そこから練習夜11時とかぐらいまでやって、また次の日大学でみたいな。で、練習ない日はバイトしてとか、死にかけてました。競技の成績だったり大会の方にちょっと話をしたいと思うんですけど、初めてその世界大会に行ったのって何歳なんですか？高校の2年生の時ですね、に初めて、まあ、世界ユースっていう、まあ、ユースっていうカテゴリーなんですけど、まあ、ジュニアのカテゴリーの世界大会に出たのが初めてです。その時はどれぐらいの成績を？その時は2位でした。まあ、それがあって、まあ、なんかワールドカップとか、まあ、世界大会とかを目指すきっかけになったのかなと思います。はい、世界大会に出るのはどういうきっかけだったんですか？なんか日本で1位になったからとかそういうこと？そうですね、その年、まあそれ夏だったんですけど、その春に、まあ、そのジュニアの、まあ、全国大会で優勝して、まあ、代表に選ばれたって。じゃあそれまではその国体とか含めて大会があるかも分からなかった状況から、そうですね、結構続けてたらいろんなとこに出れるようになって、はい、で気づいたらここにいるみたいな感じですか？そうですね。クライミングってどれぐらいこう競技人口っていうかガチでやってる人っているんですか、人数的に？どのぐらいいるんだろう、分かんないですね。競技ガチの大会に出るってなると、ジャパンツアーとか合わせて多分2000人じゃない。競技人口自体は多分めちゃめちゃ多いですよ。サッカーの次ぐらいに多いですからね。あ、そうなんですか。向こうではめちゃ有名なんですよ。日本で最近流行りだしたみたいな。海君インスタもフォロワー半分ぐらい。そうですね、外人がほぼない。もっとこう競技が盛り上がってもいいし、ただこれから伸びる可能性はたくさんある。そうですね、もう、まあ、まずオリンピックに決まってからすごい伸びたし、まあ、もっともっと、まあ、知ってる人が増えてくれたら嬉しいですね。同世代のライバルとかいるんですか？ライバルは他にいないですね、多分。あんまり気にしてないです。ずっと戦うって感じでやってる感じじゃないので、まあ、それもクライミングのいいとこかもしれないですね。まあ、その対人とかが対人競技とか、人に勝つとか負けるとか、まあ、があんまり得意じゃない人とかは、まあ、クライミングはまあ自分とまあ壁っていうか、まあクライミングとのまあ向き合いなんで、そこは結構まあやりやすいかなと思います。じゃあ
周りの選手は、まあ、ライバルではあるけど、その敵対心とかそういうものはあんまりないと。そうですね、全然そこはあんまり意識してない。初めて世界大会出て、まあ、結果を残して、それ以降のこう自分の実績をちょっと教えてください。まあ、初めてその世界大会で、まあ、ジュニアで2位になって、その年とか、まあ、次の年ぐらいからジュニアじゃなくて、なんだろう、まあ、一般っていうか普通のワールドカップとかに出始めたのが高校生の時で、でも最初の方はもう全然予選落ちもしてたし、まああんまり大人の大会で成績が残せることはあんまりなかったかな。高校生の間はジュニアの方がまだ活動は多かったです。で、大学生になったと同じぐらいで、そのワールドカップの、ワールドカップってシーズン戦で、まあ、年に何個もある、何個もある大会に、まあ、全部初めて出場して、まあ、そこででもまだ1回決勝に行けるくらいでしたね、最初は。あと全然予選落ちたかもしれないし、うん、どこがその転機だったんですか、こう世界でも勝てるようになってきたとか。でもあんまりなんかその具体的な転機とかないですね、うん。てかなんなら去年も予選落ちとかも全然しますし、そのクライミングって結構成績に波がすごい出る、出やすいっていうか、まあ、例えば、まあ、優勝した次の週のワールドカップで優勝した選手が次の週に別の場所で開催されたワールドカップで予選落ちするとか全然ありえるんで、だからまあ波がすごい競技ではあります。だから安定するのが本当に難しいです。